皆さんこんにちは。テレビ大阪アナウンサーの前田拓也です。今回はこちら、カントフーさんの誰かのためにを読ませていただきます。また来てくれて嬉しいよ。今日はこれを読んでいきなさいな。ここは誰も知らない小さな森。なんでもないような静かな森だけど、よく見るといろんな生き物がいます。春を知らない豚、ずっと木を探しているツバメ、編み物をしている羊など、ここではモグラのお話をしましょう。誰かのために。雪が積もり始めた1月の森。その雪が届かない場所がありました。雪の下のもっとずっと深いところに住んでいるのはモグラのモルモール。暖かい土の中で過ごしています。ずっとずっと上の方はどんなところなんだろうだな。土の中から出たことがないモルモールはいつも上の方のことを考えていました。モルモールはどうしても見たくなって行ってみることにしました。まぶちいだな。細長いトンネルを抜けたその先は、太陽がキラキラ輝いていました。冷たいだな。大きいだな。キラキラだな。ところがモルモールは突然心細くなりました。そこへやってきた羊。石ころにつまずいてすってん。また転んじゃったわ。この毛で足元がよく見えなくてね。驚かせてごめんなさいね。大丈夫？大丈夫だな。あら、大丈夫じゃない顔ね。言っていいのよ。どうしたの？ずっと見たいと思ってた上の方に出てきたのに泣きたくなるだな。どうしてなんだろう。わからないだな。どうやら土の中から出てきたようね。ずっとと暖かい場所にいたのなら、これでどうかしら。そう言うと羊は自分のマフラーをモルモールに巻いてあげました。マフラーで温まったモルモールの心細さは不思議と消えていきました。ありがとうだな。モルモールはもらったマフラーを抱えて雪の下のもっとずっと深いところへ帰っていきました。そして暖かい土の中でぐっすり眠りました。時々マフラーを巻いたモグラが出てきて石ころを拾っているようです。どうしてなのでしょうね。わからないときは誰かに聞いたっていいんだよ。